はい、こんにちは、田原です。今回はですね、ストリームヤードの無料版と有料版のちょっと違いということで動画をお届けさせていただきます。はい、無料でいいんじゃないかっていうことでですね、皆さん思ってる方もいらっしゃるでしょうし、有料版の方の何が違うのっていうことで、ストリームヤード、ライブ配信ツールですね、そこの部分についてお伝えさせていただきます。はい、ではですね、ちょっと早速お話ししようかなというふうに思うんですけれども、ストリームヤードってこれ英語の、海外のツールなので、大体これ英語です。はい、内容がですね、なのでですね、まず、ここの内容ちょっと日本語で分かりやすいようにしたいなというふうに思うので、ここのですね、ちょっと Google 翻訳っていうものをちょっと私さ使わせていただきますので、Google 翻訳をちょっとさせていただきます。これプラグインか何か、これ拡張機能であるので、これ皆さん必要であれば使ってください。で、これですね、プランっていうことであります。自由でもフリーですね、無料っていうことで。あと、ベーシックプラン、プロフェッショナルプランっていうことであります。で、今これドル表記ですけど、だいたい2500円とか、そんな感じでありますね。で、ベーシックプラン、プロフェッショナルプラン。で、一応、毎月月額払いと、あと年払いっていうこともあったりします。で、ここの部分で皆さんの中でお好きなものを選んでいただければと思います。はい。で、大きなですね、やっぱ違いとしては、無料版であればですね、こういった風にですね、ライブストレーニングでブランディングとかいろいろ書いてちょっとわからないと思うので、内容をざっくりお伝えすると、無料版であれば、ちょっと固定のストリームヤードのこのロゴが入っちゃうっていうこと。で、有料版にすると、ストリームヤードのロゴが入ってこない。あ、すいません。ですね、ということがあります。で、ベーシックプランであると、マルチストリームの2つの配信先というふうにあったりとかします。そこがあったりとかするので、どういうことかっていうと、Facebook ライブと YouTube ライブっていうことで、ダブルでこう配信することができるってことです。で、プロフェッショナルプランの違いっていうのは、これがマルチストリームが5つの宛先ってことなんで、例えば Facebook の自分の投稿ページ、で、Facebook のイベントページとか、Facebook ページとか、で、YouTube の配信、Twitter の Twitter ライブとかっていう風に4つ一気にしたりとか、そういった部分が配信ツールでできるんですね、これで。これが5つの宛先まで設定できるということです。はい。ここの部分で録画、4時間とか8時間とかいろいろ書いてますけれども、大きな違いとしては、ロゴの、ここのストリームヤードのこのロゴが入らないっていうことと、あとはマルチで2つ以上の同時配信ができるっていうところの違いくらいかなというふうに思います。じゃあですね、実際に、ストリームヤードちょっと見ていこうかなというふうに思います。はい。ちょっと私の方でですね、ちょっと実際に入っていきますので、無料と有料、ちょっと一応どこが違うかってことをお伝えさせていただきます。はい。こんな感じでですね、ちょっと出てきたりとかしてると思うんですけれども、今私のこの画面はですね、これ、有料版になってます。で、無料版であればですね、ちょっと見えるかな？ここあんまり見づらいかもしれないですけど、こうすればいいかな？はい。こういった部分でですね、ここに、パワードバイストリームヤードって書いてます。このロゴがですね、ついちゃうんですよ。無料であれば。で、別に最初の方とかテストであれば問題ないってことなんですけれども、もしですね、やっぱりこう会社でやってるとか、自分の会社だったりとか、ビジネスの何かこうロゴがあったりとかするのであれば、ここに自分のロゴを入れたりとか、あと、ここら辺ちょっとあるとやっぱり素人っぽく見えたりとかするので、ここの部分をやっぱり消したりとか、して、普通のこう配信っていう風に見えるように、やっぱりできるのが有料プランの特徴になります。で、個人的には、この特徴一番ありかなっていう風に思ったりとかもしております。はい。で、まず、ここですね。ここの部分のロゴのマークのところがある。で、あとですね、このバックグラウンドっていうものがあります。こう背景ですね。背景もですね、これ、有料版であれば、いろんなものができます。で、一人でこれ配信してる時とかであれば、ちょっとね、わからなかったりとかするんですけれども、例えばですけど、何かちょっと画面共有とかですね。はい、ちょっと画面共有ざっくりしますけれども、こう画面共有とかするときとかに、よいしょ。はい。ね、こんな感じでですね、画面をこう共有できるんですよ、こう。ね、どっちかを大きくするとか小さくするとか、これは無料でもちろんできます、ここ。ね。通常であればこんな風にロゴが出てきたりとかしてやっていくんですけれども、ここの部分で、これは無料でもできます。はい。でも、
ちょっとここ黒で味気ないなとかっていうことであれば、背景はこんな風にできるんですよ。こんな感じで。これが有料版の違い。で、あとここね、ロゴがあったりとかするので、ロゴも消えるっていうことで、まあ本当に一般的な、ね、うまくできるような、こういったものができます。はい。で、オーバーレイですね。こう自分での中で作ってもいいんですけれども、こんな感じで、ね、こう自分でも何かしら、ピングっていうデータを使えばですね、こういったものも作ったりとかできます。まあ、よりなんかテレビチックになるとか、こんな感じができるわけなんですね。なので、何か自分でこう配信してる時とかでも、もうこの背景自体にね、文字入れたりとか、することもできたりとかするので、まあ、すごく面白いんじゃないかなというふうに思います。今日のテーマは、ちょっと、一個しますね。ストリームヤードの有料版と、有料版の、はい、のメリットを解説していますとかっていうふうに、ちょっとチャットというか、チャットでね、やっていきますけれども、あ、なんかちょっとうまくいかないな。はい、ちょっとうまくいかなかったですけれども、まあ、こういった部分をですね、ちょっとコメントのここを表記したりとか、するようなこともできたりとかするので、まあ、ここの部分、また、他の動画でですね、ちょっと見ていただければと思います。ちょっと今うまくいかなかったですけど。まあ、有料版の無料版としては、基本的にはこういった風に、画面の設定、画面の表示が、やっぱりちょっとプロっぽくなる、ですね。通常でいけば、編集ソフトとかで、ものすごくですね、やっぱりいっぱい、なんか使わないといけなかったんですけれども、それを使わなくていい。なので、これ一本だけで、要は簡単な動画編集したとかしなくても良くなるっていうことなんですね。はい。っていうことがですね、ものすごくいいかなと思います。今日のテーマとかっていうふうに、はい。こんなふうにね、バナーつけたりとか、こんなふうにつけたりとかすることもできますので、ものすごくね、見栄えが良くなったりとかするし、まあ、ワンタッチでいろいろとできたりとかするので、まあ、ぜひとも皆さんの中でもですね、試してみていただければというふうに思います。で、一応ですね、ちょっとこちらの方、一回ログアウトしようかなというふうに思いますけれども、よいしょ。はい、ストリームヤードですね。ストリームヤードの、実際ここの中ですね、マイアカウントっていうところで、ちょっとまたここ今英語になってますけどね。実際にプランを本当に変更したいときっていうのは、ここのビリング、請求っていうところですね。これをクリックしていただくと、ここに今自分のプランが出てきてます。これフリープランとか何プランとかで書いてるので、ここでチェンジングプラン、ここを押してください。はい。そうすると、こういった風になってくるので、今ですね、無料の方だったら、ここではね、入ってます。で、アップグレードするとか、ね、プランを選ぶっていうボタンがあるので、例えば私の中で言ったら次、ね、プロフェッショナルプランに変更したいのであれば、こっちのボタンを押すと。逆に、プランを戻すってこともできるので、戻したいときは、こういった風にボタンを押して、ね、やっていきますよ、ということです。はい。ちょっとこれね、こんな感じですね。今、無料の方だったんで、無料で本当にいいですかみたいな感じだったんで、こんな風になってましたね。はい。という風にやっていくことができます。まあ、通常であればですね、このクリエイトってことで、無料であればこう1個しか配信先選べないんですけれども、有料であればこうやって Facebook と、また Twitter とかっていう風に選ぶことができます。今、僕はベーシックプランなんで2個まで。なので Facebook と YouTube だけ。プロフェッショナルプランだったら、ツイッターとかも入れれるということです。で、これ YouTube とツイッターだけにするとか、こういった風に同時配信することもできますので、まあ、楽しみにしていただければと思います。まあ、ぜひともですね、今回の内容、ストリームヤードって本当に遊びのようなツールでうまくいきます。で、無料のパターンからもちろんやっていただいて全然構わないので、それ以上にやっぱ動画のクオリティって、やっぱこれからすごく求められます。なので、ぜひともですね、有料プランにちょっと1ヶ月でもいいから、やってみて、それで始めてみるとですね、あ、やっぱりいいじゃんっていうふうに気づいたりとかしますので、まずお試しでやってみてください。そして、もうそこまでいらないなっていうことであれば、もう1ヶ月で大会していただいても全然いいと思いますので、これ私にも全然お金入ってこないので、なのでですね、ちょっとやってみていただくと面白いんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回の動画としては以上となります。ぜひともですね、有料プラン試してみていただければと思いますので、よろしくお願いします。では、失礼します。ありがとうございます。